ボーイング777ボーイング 777X ボーイング 777X ボーイング 777X2019 年3月にロールアップとされた777から Q ボーイング 777X はアメリカ合衆国のボーイング社が開発中のボーイング777ファミリーの新シリーズである 777X は777から8と777から9の2つの派生型がある。777X は、ボーイング787の開発で得られた、新しいエンジン、新しい複合材翼、新しい技術を特色としている。市場では、エアバス A350XWB と競合する。 777から 9X の模型2011年9月、ボーイング社は暫定的に777から 8X 及び777から 9X と命名した777ファミリーの新型機に関する詳細を発表した。777から 9X は777から 300ER に比べて水平尾翼が拡大され、 全長は7.0フィート延長されて250フィート11インとなり、407人の乗客を収容する。777から 9X の全長は、現在全長において、世界最長の旅客機であるボーイング747から8の250フィートにインを上回る。欲幅は、現在の212フィート7インから234フィートに拡大され、構造材として、 炭素繊維強化プラスチックを使用する予定である。暫定値では、総重量は、現在の77万5千ポンドに対してマイナス 9X で約75万9千ポンドまで軽量化するとされていた。ボーイング社は、また、777から 200LR の後継となる、超長距離型を検討しており、マイナス x と燃料容量及び総重量を同じくする。 設計概念として777から 8LX の形式名を付与した。その後続距離は -200LR の9395ミ、mm、ーに対して9480ミ、mm、ーとなる。777から 8LX の胴体長さは -8X と同じ228.17フィートとされた。 最初の 777X 派生型の就航は2019年を計画していた。2012年2月には、ゼネラルエレクトリックが 777X のエンジンとして GE90 の派生型としてわずかに小型の GE9X を発表した。GE9X は GE90 から115と同じ直径128インチのファンを備え、水力は 定格見直しによりマイナス 8X 向けで 88000LBF、マイナス 9X よびマイナス8、LX 向けで 99500LBF に下げられている。また、ロールスロイスは RB3025 のコンセプトをとにしたトレント1000およびトレント XWB を提案し、プラットホイットニーは水力10万 LBF の PW1000G を 提案していた。しかし、2013年3月に、ボーイングは 777X のエンジンとして、GE-9X のみを選定した。その後、GE は 777X は、水力不足ではないかという懸念に対応して、GE-9X の使用を見直し、水力を10万 2000LBF、続いて10万 5000LBF に増加させた。 ファン直径は新たに132ンとなり、GE がこれまでに生産したエンジンの中で最大のファンを備えることになった。2012年8月のシアトルタイムズのレポートによると、ボーイング社は 777X の開発を遅らせているが、2019年までに就航させる計画であったという。選択可能なエンジンメーカーを GE1 社に絞る決定は議論を呼んだ。 エンジンメーカー間の競争が起きないことを嘆く航空会社もあり、エアリース社の最高経営責任者、スティーブン・ヌードバーヘイジーはエンジンメーカーを選択可能にするよう望むと述べている。エアバスは民間航空機で複数機種のエンジンを選択可能にすると購入価格が数百万ドル単位で値上がりすることを指摘している。 フラットホイットニー幹部は、ウォールストリートジャーナルに、エンジンはもはやコモディティではない。機体に合わせたエンジンの最適化が一層求められている。と語っている。現行の777と同じ主要構造部位の約21%で、川崎重工業のほか、三菱重工業、スバル、新名和工業、日本飛行機の5社が参画する。二千十三年五月。 ボーイングの取締役会は、民海航空機部門が、顧客に 777X を提供開始することを正式に承認した。2013年9月18日、ルフトハンザ航空の監査役会は、747から400型機を置き換えるため、34機の777から 9X の発注を承認した。当時、 ボーイング社は2013年後半に 777X シリーズの立ち上げを計画していると伝えられていた。2013年10月、ボーイング社はアメリカのチャールストン、ハンツビル、ロングビーチ、フィラデルフィア、セントルイスの施設だけでなく、ロシアのモスクワの施設でも 777X の設計作業を行うと発表した。 ドバイ国際空港で列をなすエミレーツ航空所有の777。エミレーツ航空は 777X のローンチカスタマーの一つである。2013年11月、2013年ドバイ航空省でボーイング社は正式に 777X をローンチした。また、総額950億ドルに上る合計259機の発注予約を発表した。 ボーイングによれば、これは、民間航空史上最大規模の受注であった。ボーイング社は、2013年9月に、ルフトハンザ航空から受けた34機のコミットメントに加え、ドバイ航空省で、エミレーツ航空から150機、エテハド航空から25機、カタール航空から50機の発注、予約を受けた。777X プログラムは2モデルからなる。 777から 9X は777から 300ER よりも大型の胴体、延長型であり、777から 8X は大きさこそ777から 300ER に近いものの超超高速距離型になっている。777X の納入開始は2020年以降になるため、ボーイング車は777の 既存モデルの効率的な生産ラインを維持し続けねばならないという課題に直面している。2013年12月、香港のキャセイパシフィック航空は21機の777の QX を発注し、2021年から2024年の受領を予定している。2014年4月にはボーイング777の累計販売台数が747を上回り、 ベストセラーのワイドボディ旅客機となった。2014年7月、エミレーツ航空が777から 9X115 機と777から 8X35 機の計150機を確定発注した。2014年7月16日には、カタール航空が50機の購入券付きで50機を確定発注し、2014年7月31日には、 日本の全日本空輸が777の QX20 機を確定発注した。2014年12月、ボーイング社は 777X の部品を生産するためセントルイスに創業席36万7000平方、フートの新しい複合材工場の建設を開始した。完成は2016年で約700名の新規雇用が生まれる予定である。 工場にはオートクレイブを6機備え、2017年から主翼及び尾翼部材の生産を開始する予定である。2015年のドバイ航空省でボーイング社は正式にボーイング777から8及び777から9のような派生型にも言及し、個々の派生型の名前から X サフィックスを落としたが、新シリーズはまだボーイング777。 X として販売されている。2019年にはエンジン開発の遅れにより2020年から2021年への納入延期を発表。さらに、同年9月8日に政府化試験期で高圧負荷試験中に貨物ドアが吹き飛ぶトラブルが起きたことが報じられた。結果初飛行は2度延期されることとなったが、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響により、 生産体制を見直したことで、納入をさらに2022年に延期することが発表された。設計計画によれば、ボーイング787で導入された、キャビン設計が 777X にも取り入れられる。例として、従来の民間航空機よりも大きな窓、高度6000フィート相当の高いキャビン余圧、高い天井、高い機内湿度などが上げられる。 これらの改善点を盛り込みつつ、キャビン幅を拡大するため、従来型777の機体設計に対して構造が変更されている。777X では、翼幅は71.76メートルとなるが、空港では従来型777と同クラスのサイズに収めるため、民間機では初めての試みとなる折りたたみ式主翼を採用しており、 折りたたんだ状態では64.82メートルとなる。ただし、主翼を完全に折りたたむのではなく、翼端部を垂直に立ち上げるようになっている。777から8の全長は777から 200ER と777から 300ER の間で、3クラス構成で約350席となる。航続距離は9300ミリ以上で、 マイナス 200LR の後継となる予定である。また、エアバス A350-1000 と直接、競合する。客室幅は、内壁の薄型化と断熱材の改善により、777従来型の19フィート3インから19フィート7インに拡大している。これにより、10アブレストのエコノミークラスでも幅18.0インの広い座席が実現可能となる。 777から9は2クラス構成で400から425席3クラス構成で406席の胴体延長型である。航続距離は7600ミリである。座席数と胴体の全長の点で、就航時点における最大の総発旅客機、さらには全長が最長の旅客機であり、かつ総発エンジンで最大級の航空機となる。 777から9は2017年に生産を開始し、2020年に就航する予定であった。2021年2月現在の予定では、大幅に遅れ、2023年後半とされている。777から9の客室幅はマイナス8と、同じく19フィート7インで、広々とした客室を実現している。2019年3月現在尾行。 777X のデータは計画段階のものである。ありがとうございます。